京都先端科学大学。大学名は設置50周年に伴い2019年4月に京都学園大学から変更された。学長は前田誠司。理事長は日本電産創業者の長森茂信。1925年、大正14年に辻元光久すの1881年から1948年が京都商業学校を設立。 1969年、昭和44年に、辻本一郎、第二代理事長が、京都商業高等学校、現、京都学園高等学校を含む、学校法人教学園大学を開学した。開学当初は、経済学部のみであったが、現在では、文系、理系双方を含む、四学部十学科後研究科が設置されている。 総合大学である2020年4月よりも学部11学科6研究会予定。かつて、京都亀岡キャンパス、京都府亀岡市敷地内にあった京都文化短期大学は、京都学園大学人間文化学部へと発展統合された。また、かつては商業学校のほか、工業学校、自動車学校も存在していたが、学生改革によって再編された。 2019年4月、京都先端科学大学になるに伴い、以下の見学の精神が制定された。本学では未来につながる課題を自ら設定し、それを解決することができる先端人材を輩出します。本学ではこれからの社会が目指すべき姿を構想し、その実現に向けた諸課題の解決につながる先端学術研究を実践します。本学は人材輩出。 研究の実践を通じ、現在と未来の世界に戦闘を起きて、貢献していきます。合わせて、見学の精神の実践として以下が制定された。未来社会を支える人材は、多様な価値観の存在する世界で活躍します。本学は、未来社会の姿を見通し、起こりうる新たな課題を同感し、現在の諸課題と合わせて世界に率先して解決する。今日、 研究活動を実践します。世界で通用する先進性、多様性、倫理観と専門的知識、創造的思考力、洞察力、俯瞰力、幅広い教養を兼ね備えて複雑で複合的な問題に挑戦できる人材を育てす。現在では文系、理系双方を含む4学部10学科後研究科が設置されている。 総合大学である2020年4月よりも学部11学科6研究会予定。京都市及び京都府亀岡市でのダブルキャンパス制を敷く。同じキャンパスに多数の学部、コースが集まる、性質上人種のバラエティに富んでおり、他学部制のみならず、学会社にも広く聴講の門戸が開かれている。日本最初の大学連携組織である 大学コンソーシアム教徒の一校として数えられている。学生主体の自由な発想による実学を重んじ、学部にかかわらず、フィールドワークに積極的である。セメスター制を導入して拡大した、長期休業中に、インターンシップや各種の課外講座を提供し、成果によっては単位認定を与えるなど、学生の関心、問題意識を尊重し、 要望に適合した教育を提供するための少人数教育への関心が強い。その他、京都亀岡キャンパスは公共交通機関での通学が比較的不便な立地ではあるが十分な駐車スペースを有していて自家用自動車通学が認められているという特色がある。京都中間自動車道を利用すれば京都市外から30分前後でアクセスできる。 2012年8月、京都市と長森学園、全京都学園は、京都市営地下鉄東西線、渦正天神川駅近くの京都市山のうち、浄水場跡地のうち、大池通以南の土地を借り入れることで同意した。これにより2015年に、京都渦正キャンパスを開設した。建物は京都市内であるため、寺院の画覧をイメージした。 日本風の屋根を持った建物とした。このキャンパスには、経済経営学部、人文学部、健康医療学部のうち、看護学科と言語聴覚学科が置かれている。2020年4月設置予定の工学部も、渦政キャンパス内に置かれる予定。建物は北建て、東館、西建ての3棟からなる。現在南館が建設中、2020年4月に、 観光予定。体育の授業及びクラブ活動は主に、京都亀岡キャンパスで行われる。両キャンパスは直通シャトルバスで、約35分で結ばれる。両キャンパスの講義を受けやすくするため、京都亀岡キャンパスは、京都渦政キャンパスよりも40分、遅い時間に講義が行われる。京都府亀岡市、蘇我部町南城大谷一の一に、甲子園。 球場5.3個に相当する規模のキャンパスを設置している。特に実践教育、共同研究が活発なキャンパスである。キャンパスは、龍が、小山の山裾に立地しており、建物は、ひな壇上に配置されている。一番上に立地している、アゼリア通りに面した、法文館、緑風館、特使館へは、メインストリートからは、長めの階段を使って登ることになる。 学園祭は、大学の後ろにそびえる竜が、小山、竜美山、四美山にちなんで、四美祭と呼ばれ、毎年10月に3日間行われる。模擬店、約45店舗、フリーマーケット、クラブサークル展示、コンサート、音楽祭、お笑い、爆笑祭、学術講演会、子供向けイベント、GFP、お化け屋敷、ビンゴ大会などが行われる。四美祭りは、 約70名の委員によって運営されている。京都渦政キャンパスでは、8月か9月に1日だけ、四道祭が行われる。朝野学美、1972年度、初代の同窓会長でもある、山、野下義則、73年度、宮川正隆、74年度、井尻り正岳、75年度、佐藤啓介、76年度、植田藤夫、77年度。 カサイアツ七十八年度、岡崎敏明、七十九年度、小野田昭夫、一九八十年度、長沢義明、八十一年度、渡辺広史、八十二年度、日野栄二、八十三から八十四年度、瀬尾かなえ八十五年度、神谷明、八十六年度、吉見春行、八十七年度、山本勝良氏、八十八年度、佐野安和、 89年度、高砂幸を、1990年度、岸本和也、91年度、国部文夫、92年度、川口九93年度、鎌田秀明、94年度、高田康幸、95年度、宮田隆秀、96から97年度、本郷隆史、98年度、磯部渡る和義、99年度、島大介、 二千年度、豊中村圭一、一年度、伊藤康郎、二年度、小林雄介、三年度、豊中村俊、四年度、田畑正吾、五年度、小川博樹、六年度、雷亀高也、七年度、池田直樹、八年度、小笠原新太、九年度、小須大馬、十年度、上司智博、十一から十二年度、足立隆、と一健太、広瀬裕樹。 中畑裕太、2016年度、寺浦天祐、2017年度、長吉京、2018年度、長吉年尾、2019年度。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。